ないかな。頼む。あー、しのぎ、うまい。上手上手、いくよ。はい、抽選でございます。抽選参加人数が340名様いきます。ああもう走ったからやばい、酸欠。おい、めちゃくちゃいいやんけ。お願いします。やるかね。のおい、うわ、最高。スーパー入場タイムです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、行くぞい。どうしたどうした、この人気のなさ。選びたい放題だったら角の犬やしゃしばいていく。さあ行きましょう。入場です。最高の番号でスタート。まあ絶対に 6.5 号機は無理やから2階です。で今から向かってるところが空いてなかった時が一番不安。うわ埋まってんのか、タブータトゥーが。マジか。あ、これは困っちゃったな。あー今目の前でこの巣も埋まっちゃったな。どうしよっかな。いや十字架とかも埋まってますもんね。地下まで来ちゃったよ。困ったさんの弱ったさんだよ。いや決めた。とりあえず朝一は決めたかなと。オキドキリオでいきます。朝一はリセットを借り尽くすものやります。ゴチノリ、おはようございます。おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の芝生です。セブンズ TV メンバー爽やか3組ウバロスです。カレー爽やかさ、来ちゃくんなよ。はい、というわけで、ごちもり。ごちもり。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。やってまいりましたよ、所沢、はい、いつものお店。今日の抽選参加人数の方がなんと340名様。平日やのによく。すごいね。集まってくれたなって感じですけれども、それは渋滞するわ。すごい渋滞だったからね、そんな中で、引いた抽選番号、和田さん何番だったの。はい、私、340名様中引いた番号なんと38番。もう 6.5 号機狙いだったんですが、もう1番は犬宮社だったんですよ、ちょっと番号的にギリかなって思ったら、誰もいない。え、マジで、あの1台も埋まってなかった。あれ来る時代間違えたかなと思って。一月半ぐらい前の次元やな、それはな。そうなんだ、はい、出すよ。出してくれるでしょうね、せっかくだから。テーマわかんねえけど出すよ。いや、よろしくお願いしますよ。そんな中でね、はい、僕の抽選番号ですけれども、315番と。まあもう 6.5 は諦めてたんで、鼻から、まあ、やっぱりちゃんと勝ちに行こうと思いまして、はい、朝一オキドキデュオです。あ、勝ちに行ってんね。勝ちに来ました ね、 いいね、デュオリセ狙い、はい、全部狩るぜ。あ、全狩りするわけ。全狩りします。犬夜叉の一撃っていうのもあるかもしれへんけれど、はい、まあ、オキドキのもの積み重ねていく出玉で、はい、なんとか見せていこうかなと僕は思います、はい、っていうところで今日の食事のテーマなんですけれども、はい、爆勝ちしたら、鉄板焼きなんていうのはどうだい。ああ、すごい長いかぶり物を食べてる人が、肉と火と野菜で遊ぶやつだ、そうそうそう。でもし、まあ、微妙勝ちでもね、ほんまこっちの方が行きたいかもしれんって場所があって、あの東京に僕結構長いことこう来たりしてるやんか。まだもんじゃ焼きを食べたことがある。もんじゃ焼きでよくねえか。鉄板焼きとかね、ちょっと調子のったこと言ったけどね、実はね、もんじゃ焼きがいい。まあ一応ね、夢はあった方がいいから。そうそうそう。大勝ちしたら、鉄板シェフの鉄板焼き。うん、負けてしまったらもう、事務所で作ろう。ああ、そうやね。今度は誰のもんじゃ焼きになんねやろな。まあ、エミちゃんのお好み焼きで。俺ら鉄板もんじゃ俺に任せて。もんじゃは結構作り慣れてるから。なるほどね。まあ、店で食うにしても、まあ、俺がね、まあ、もんじゃできるから。俺が作るわ、もんじゃ。オッケーオッケー。もんじゃになったらね。まあ、とにかく買ったらどっちかから選ぼう。2人でね。というわけで、この後は2人の熱戦が繰り広げられると思いますので、そのままチャンネル閉じずに見てね。それでは実戦パートへ。はい、じゃあやっていきましょうか。勝ちにこだわった立ち回りというよりかは、まあ、朝一出玉を稼ぐための立ち回り、オキドキデュオスタート。まあまあまあ、朝一とりあえずどこのモードにいるかっていうところなんで、いきます。あたいがふー、朝一リセットかましてたらチャンスモードスタート、そこからオール B っていうね、
テーブルがあって、そこが約 20% で選択されると。で、大体チャンスが選択されるとほとんど熱々のテーブルからになります。なんでまあまあ打てる。ちょっとあまりにもリールが明るすぎたんで暗くしました。まあもうね、ワロさんが犬夜叉打ってるから犬夜叉の方がみんな注目されるでしょと思ったら、彼、いや彼女、私もここにいるよというアプローチ、ありがとうございます。84ゲームってことはチャンスやった可能性があるね。はい、ビッグナイス。もうこれで一発で上がってくれるのが本来は一番嬉しいから、そういうパターン俺まだ経験したことないんですよね。 B でもなかなか上げられへん男やから。さあどこがペカルか。あ、点滅ですね。いいですね。ふわふわ点滅なんでテーブル5から16確定です。まあもしかしたらね、このテーブル5っていうやつが選ばれてると、これもまあまあチャンスからスタートやける地獄。まあ 5% しか選ばれないんですけど、チャンス AA なんで、そっから BBB っていう感じですね。このテーブル5以上からさせれるとしたら、まあやっぱり振り分け的に一番濃いのが13なんで、チャンススタートはまあ13の可能性が高いんじゃないかなとは思いますけれども。はい、これで32ゲーム経って、解き放チャンスもなし。ただこっからね、女の子たち、このね前を向いている横顔の女の子たちを振り向かすゲームなんで、じっと耐えましょう。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キュアロスです。本日は芝生くんとゴチモリ、朝一取った台は犬やしゃ、しゃのしゃ打っていきたいと思います。よろしくお願いします。久しぶりに朝から打てます。てか2回目か、フリーズ以来の朝から犬やしゃ、ちょっと興奮してます。かなり久しぶりだな。皆さんのあったかいコメントを見て少し犬やしゃ理解しました。皆さんにコメントで教えてもらったことを今日伝えたいと思います。いやもう朝渋滞でギリギリだったんよ。でいつも止めてる駐車場じゃ間に合わないから、手前側で止めて芝生と俺カメラと三脚持ちながら走ってなんとか間に合ったんだけど、もうダメね、おじさんよ。10分ぐらい息切れ止まらんかったわ。運動不足を実感した。よくねマラソンね完走できたよ。別に走ったのも 3,4 分よ。軟弱者、男たる者、理想は運動して筋肉つけてステーキを食らうと。犬夜叉でいい汗かいて鉄板焼き、もうこんなでっけえ肉食べたいと思います。朝一ぶった切りスイカ146ゲーム、はい、151ゲーム、投資は5000円。よし、もうこれで決めちゃおう。幸先いいぞ。はい、鉄斎がチャンスいきます。ここまで来るともう脳天敗でいいな。やめろーい、もうダメだろそれは。ラスト1ゲームに投げる。はい、ベル引いたけどダメ。いや、おっと、まあなんだ今の、頼む、いったわ、ゲッカ。ここもねレア子役を引いた方がいいみたいなんだけど、約 50% で当たると言われているが、マジ発展なし。最終ゲームで発展します。これもうねどういうことか分かんないけど、周りのオーラの色を高めて上がらない。緑お願い、やだ、うわ月下失敗、痛すぎ、マジやばい。次の場で勝機をつかむ未来待つ。そしてこの赤犬夜叉、なんかイチャついてんね。258ゲームで入ります。スラッシュ、はい、かけらチャレンジゲット、それすなわちスラッシュ確定。はい、今日一発目のスラッシュやるぞ。投資が14000円、これは貯金です。帰ってきます。さあいくつからスタートだ。はい、よし、20、もう次で青ナビ。はい、これねスロプロオーライ、まあ、1回目はいけんだよその調子を。でもはい、しっかりダメ。あ、もうこれなら駆け抜けてチャンスゾーンやりたいわ。
これ成功しちゃうんだろうな。危ない危ない、もう駆け抜けて引き戻すわ。こっちの方がいいわ。何やってんだ、いらんもん引っ張ってくんなよ。はもうめちゃくちゃじゃん、めちゃくちゃじゃん。もうこのボーナスで奇跡を起こすしかないわ。奇跡も起こせん、なんでなんで赤なら青ナビ次、あダメだ終わったわ。はい160枚、寝てら。逆によ、有利区間切らなかったことによってまだ貯金モード、うん、そう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 、別にいいんだ、まだ帰ってくるお金。おお、よし、ナイス。天国ではなかったですね。レギュ、まあ上がってないわね。そろそろ上がってくれんと困るよ。レギュラー、ほい、上がらずですね。801ゲーム、天井です。よもやよもやよ、すごい修行でした。レグやし、38,000。もうこれで上がってくれたらきつい。はい、ボーナスエンド両方ともつきっぱなし。はい、じゃあ行きましょう。上がってて上がってて上がっててってって、わあよかった、25ゲーム。生を実感した光やった。オッケー、ビッグ。とりあえずこれで天国上がったと思うんで、一応一区切りかな。ようやく1時よ。通常おそらく上がったでしょうと踏んでるんで、さすがにこんなにサクッと終わらんはず。おいおい、もう23ゲームやぞ。おい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 、マジか、やってくれんのか、おいてめえ。うわ怖い。あ、次32ゲームや。はい、おい、ユリカランプ消えるな。てかドキハナチャンスはない、ユリカランプ消えた。おー割り、うわホラーや、完璧なホラーや、怖。ちょっと移動先探します。339ゲーム、投資22,000円、今日1回も成功できてません。鉄斎が、あ、ここで強烈役引いちゃえばいいんだよね。お、いきなりリプレイで赤に変わるか、それ、変わらず、いるやしゃ、頼む、マジで頼む。赤に変わらんとそろわんよな。そうなんだよな、もう全然成功できない。194ゲーム、投資27,000円、いや27,000円の貯金返ってきます。あ、もうきついきつい、飽きまへん。おお、次だ、早いなこの周期が。これ何回目だ。ああ3回目だから、まあ設定差ないのか。おお、だった、94ゲーム、しかも当たります。3周期目、はい、サンキュー。よしよしよし、やりますよ今日2回目。もう1回目はね不甲斐なかったから、20ゲーム勝負。はい、青ナビ次も、オーライ、カゴメちゃんやめて。あ、マジ今日それしか言ってないな、異常だぞ。オーライ、さすが一発目、オッケー。あ、レア子役引いちゃう、ぶった切れ。結構ポイント貯め倒したような気がするけど、あ、封印確定、素晴らしい、ワンビッグで封印確定。はい、ナイス、やりますよ、一瞬で決める。これが人間体感機な。オッケーオッケー、はい、ワンショットバンキル、今の嬉しいわ、演説なしチェリーで、ここで綺麗にギサ押しを決められず、マジか。え、ベルで行くのこれ、3桁、いやベルよ、いいね、よっしゃー、グラッチェ
まあ、ただね、まあ、ブースト中だから、まあ、なんとも言えないけど、まあ、1000枚に早く近づきたいから引き戻しゾーン欲しいもんね。3発目超大事、強夜叉か弱夜叉か、ここで決める、判断する。よし、ここで誰来るんだい、カゴメな、赤にならず、ひりつくぜ。ここの赤カットイン車のせいだろ、封印解けました。頼む、ダメなの、弱夜叉だこれ、もうナビではどうにもできないやつだこれ。カゴメ、あ、どうにもならねえ、レア子役でなんとかするしかねえ。これ結構稼るんだよな、ぶった切れよ弱夜叉。もうこんなんじゃいかないから、 40% って言ってるけど、うん、もう絶対ね、この囲みがね邪魔すっから、もうぶった切り役引くしかないわ。こんなに引けてるのに残酷すぎんだよな、この台は。弱夜叉、はい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 、弱夜叉でした。最悪、564枚終了。赤に変われ、よし、いったろそれ、オッケー、自力でいけました。ぶった切りスラッシュ、投資は28,000円、投資じゃねえ、貯金でした。帰ってくるぞ、枚数引き継いでる。20ゲームスタート、関係ねえ、ここはスムーズにいこう。もうこれで決めよう、さすがにもう我慢できない。かごめ、あか、ダメ、マジこれ、まだ1個目だよ、まだ、これか、38番でも誰も座ってないの、これが理由か、もう訳分かんない理由でたまるわ、訳分からん、なんでもええんかいと、速攻で決めないと、残り10ゲーム、もうこれで決めないと。もうこれしか出てこないけど、バグ、そういうモード入った、赤挟まったわ、あぶね、そうだよね、残り5ゲーム、なんとかなるかなこれな、マジ無理、寝るな、ダメやね、今いくら入ってる、28,000、俺怖いこと言っていい、38,000入ってる、あれで政宗戦国がもうキープしてる、してる、絶対に引退すると決めてたけど、うん、今からしてくるわ、もう期待してるわ。移動してまいりました政宗戦国、もうね引退しようかなと思ってたんですけど、政宗はもう今38,000入って回収が200枚ぐらい、決死の戦いやっていこうと思います。こんなことになるとは。じゃあ行きます。まあ、こいつ言うたら AT ぶち込んで引き戻しの戦国で引き戻し続ければ実質無限なんで、そこを出せればプラスどころかね、マンすら狙えるんじゃないかなってところありますから、もうほんまに初期の青七揃いが全てを決めるって感じなんで、結構得意機種ではあったんで、オキドキが得意機種で殺されたんならば苦手機種を打てば逆に克服できるんじゃないかなっていう逆転の発想。なんじゃこりゃ、固まってんな、あ、4秒ね、強水か、おい、一気がけチャレンジで、これベルの押し順とか当てると、おお、やったね、これも熱いやつよ、1ランクアップ、よし、ナイス、おーし、ナイス、全部昇格っていうか継続。さあもうこれで熱いチャンスゾーン2つ、おは継続と、早いって中でお願いします、ど真ん中ストレート言い抜け、あー、まあメゴなら OK、 ベル入賞で 25% だから、もう押し順を当てるゲーム、おい、俺25%外した、
おい、こっちょ、おい、当たった、一発、一発じゃねえ、二発、谷間がエロス、ピリ辛タコスの名ごっちゃんです。はい、チャンスゾーン、こっちが好き、ぶっとい刀のここの色に注目、早い時はもうこの辺でザカっていくから、はい、いったいった、ミドルまでいった、あー、レア役であかんかったんか、チャンス目、嘘やん、40パー、おい、でもすごい、サクッと終わる。はい、終了です。いやー、チャンス目の 40% 外したらダメでしょう。おーいっと、メゴちゃん今日詰める、おいおい、なあ、もうええやろ、でかい、よし、久しぶりの CZ ですね。68000円です。ほんまにまずい、その程度のエロじゃ俺も喜べなくなってきた。あ、もう夢も希望もない。いやもう適度じゃないから、殺し合いやから、何が適度な楽しむ遊び合いやねん。胃が痛い。あ、当たった。376ゲーム、投資46000円、もう限界、これでぶち込んで犬ガチャ成功しないと無理だ。総回転数も2700ゲームだな今。赤だ、マジ、ぶった切り役あるよこれ、ぶった切れ、いいチャンス目、頼むわ、このかけチャレしかねえぞ、やれ、あーマジやっちゃってんじゃん、鉄砕でか、もうこれでやるなきゃ終わり、46000円、ドブ捨て、オッケーオッケー、延長継続ね、まあ、このまま走り抜けてもいい、いいよ、リプレイベル回避してんね、あと4ゲーム、3ゲーム、あと2ゲームだ、耐えろ、耐え切ったらこれ、耐えたよな、いやこれもう完全なる勝利、あぶねー、マジよかった、46000円、あとは犬ガチャ引けばいいだけだ、今日犬来いよ、あぶねえ、この20ゲーム SGG と思って消化するわ、マイゲーム、いけ女性ベル、しゃー、うわった、止まれ、しゃー、摂政丸様、この頂き物の犬夜叉 R1、 これをここに置く、引き寄せの法則、しゃーしゃい、いけるいける、いけんぞ、ビッグだろ、なぜ、残り8ゲームやるしかない、引き寄せの法則で物理でいく、変わらず強い、 R1 強い、タコのせい、まずは封印だ、ナイス、ビタ押し、それイネーシャー、レア子役来たわ、もらったろこれ、封印確定、完璧すぎる、なんとワンビッグで封印確定、次もビッグでお願いしますよ、あれ滑って、あー、まあしゃあねえか、マジマジ300いくだろこんなん、しゃー、ういー、かっこいい、さあ行きましょう、残り6ゲームで封印確定、 OK、 封印中に決めよう、なぜ来ない、もう終わった、短すぎる、あまりにも、頼むわ、最後のチャンス、頼む、終わったわ、ダメだこれ、537枚、ずっと寝てら、あ、ぶった切りゾーン、ここでなんとかしなきゃ無理だ、行くぞバラス、これ失敗したらもう打っちゃダメだ、いけるだろう、
約 50% ね。引き戻さんと。おっしゃ、3段階。おれ、オッケー。もうパワーゲーじゃん。よし、これ完走するぞ。こっからだ。まだ幕出る。4万6000円ね。お、いつもよりも早い気がする。おい、30だ。いける、マジでいける。ここぞ、ワロス。絶対やってやる。次、オッケー。これはいけるだろう。オッケー、金は気持ちいい。よし、マジ薄いぞこれ。お殺生丸様最高来た。しかも一発目にこれ来るって超熱い展開だから。待て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 、ナビえぐいな。ちょっと封印してほしいな、マジ。おーし、オッケー。うーわ、ここでぶった切りチェリーは。もうあちあちのあちのあち、マジかこれ。盛り返したわ。よし、封印確定。おいおい、赤あるんじゃないこれ。封印、あー青だね。まあ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 、何せ27ゲームあるんで問題なし。え、もう一瞬で封印終わった。すぐ当てないと。よし、犬ガチャ成功していればスムーズにいけるはず。セッショバル赤、オッケー。これ強犬だわ。いけるいける、ナイスピック。ビタ押しも成功していく。ナイス。あ、封印できないかな、頼む。あー、押し、封印うまい。上手上手、いくよ。マジ奈落った。マジかよこれ、やばいだろ。マジやったわ、すごすぎ。奈落らせっかよ、ワロスク。もう鉄板焼き濃厚演出じゃん。やったわ。奈落はもうナビ2連続とレア子役絶対に当選するんで、マジで超ハイパーモード。もうこれで止まれば確定。ああ、レア子役も確定なんだよね。それシャシャシャ、最高すぎる、マジ最高すぎる。もう勝ち確った、奈落ぶち込んだ。でも4万6000入ってる。まだまだやな。いくつ？6万8000。今日が正宗と引退試合になるか。2度目の引退試合、あれやばいからね。ぶった切りゾーンを突破できれば鉄板焼き、できなかったら多分もんじゃどっちでも嬉しい。どっちでもいいんかい。まあ頑張りましょう。奈落決戦、とことん行こうか。かっこよすぎなんだよな、奈落決戦。曲がやばい、マジで。なんだこの100。もう RPG でいう、もう最終局面だな、これ。ラスボス前って感じ。くー、やっちゃうか、ロス君。かっこよすぎんだよな、奈落決戦。もう先に押しちゃった。もう言われる前に押しちゃった。はい、1000枚突破。あともうこれ完走は間違いないから、あとはこのぶった切りゾーンいかに戻すか、それで飯の内容変わるわ。うわ、マジやりすぎ。やはー、コキッドン青なんだ。まあまあ何でもいいけど。かっこいいな、あんなラッケ戦。なんだこの BGM は。この瞬間だけは自分が主人公、たまらない。赤、もう主人公補正かかりまくり、絶対成功。はい、ぶった切りまーす。それい5つ、いきます。上乗せ判定ドン。14ゲーム乗ったね、すごい。ナロッケスね、はい、かっこいい。ふぅー、はーい、よいしょー。
7つ。一応現段階でまくりました。こっからがプラス分、普通に乾燥するだけじゃプラス500枚くらいにしかならないから、ぶった切りゾーンで戻してまた乾燥する必要がある。そして鉄板焼きだ。よし、かますしかない。いきます、芝生見とれよ。もんじゃで済むかい。いけるいけるいける、今日の僕いける。多分設定はない、ここで決めるしかない。スイッ、ういー、あ、もう押せない、押せない、押せない、押せない。来いよ。ああ、もう遊戯ではない、遊びではない、こんなの。いけ、来い、おい、頼む、もう一段階だろ。ラスト、いい時の自分来てる。マジマジ、うーわー、やれんかったか、マジか。即やめした方がいいんだけど、一応50ゲームいます。ダメだね。はい、完璧なやめとき。はい、なんとかプラスで終えることができました。お疲れ様でした。いくらだね、126ゲームです。左だけ一極集中。うわー、もう何でもいいや。お、なんかちょっと遅れたね、来るタイミング。これは熱いんちゃう？あー、そうでもない。緑までは来たよ。なんかめっちゃ上がるな今回。赤まで行った、赤まで来たやん。あるか、いや頼む、ほんまに。こちらだ。あー、カットイン入った、行ったでしょ。いやー、十文字切り74,000、普通じゃ返ってこねえ。引き戻し続ければ実質無限なんで、あと有力艦天井ももうすぐですし、まあ、これで戦国さん外面なんで、これ失敗してもこの次確定やったっけな。はい、ダメでした。これで次回戦国行ったら確定です。はい、行ったでしょ。はい、一気がけ337。お疲れ。お、レイクワンちゃん元気だね。緑、赤いった、レインボー、ありがてー。はい、毒眼竜3。はい、ひょうたんです。85,000。はい、色は何色、絶望。いいよ、なるべく汚い言葉使わんとこうとちょっと努力してきたけど、マジこの台。はい、もう考える限り最低です。流れなんてなかったんや俺には。いやでもね、これで AT 行ってくれたことによってですよ、またこれ終わった後あのチャンスオンで引き戻せば無限の可能性あるから、それ信じるしかないわ。 AT 中はレア子役とかでバトル抽選やって、バトルに勝てば7揃い、まあ要は上乗せか秀吉決戦なんですが、まあなかなかこれも難しいんで、駆け抜け上等の台なんでね。おっとっと、なんでもなかったね。やるしかない、ここで無限ループさせるしかない。ほんまに優しく1回目やって、優しくしたから優しくはない、優しさの押し売りはいらない。あっ、あ、来た、違和感、決まりや、ありがてえ。これだけは気持ちいい、マジですごい圧力なんよ、金7の落ちてくるとき。2回目、はい、もう絶望の青。いや今回は2連で終わらせちゃダメよ。よし、3連で喜んでんの俺ぐらい。おい、ナイスオン、死ねぬ。あ、なんでやねん、もう。
あ、120超えた。あ、140。オーケーオーケーオーケー。なんか一つちょっと美味しいのあったわ。よし、ここでちょっと上乗せして頑張りたい。だ4000枚ちょい出しゃプラスやから出るスペックやろ、正宗って巷で噂やもんな。こいつと犬夜叉が暴れん坊将軍っていうのは知ってんねん俺は。片方の犬夜叉が暴れてんからお前も暴れなあかんぞ。闇に電流走る。えぐいって、えぐいって。任してくれ。投資85,000円。バカって言われてる。おいった縄文。オッケーオッケー。バトル降格やったっけな。押し順ベルでも 1.2% で、共通ベルとか1枚ベルで 25% でバトル抽選なんで、これで 25% でバトル抽選で、レア子役とかやって50% 以上あります。あ、終わった。うわー、マジか。なんか煽ってんな。まだ縄文の効果切れてなかったとか あるな。これバトル、お、激闘行きました。バトルです。相手誰？横槍。お、サイゾウちゃんやん。めっちゃ勝ちやすいやつ。ベルで 33% 弱レアやった 93.7% 33%。 おい、決まるやろ。あ、決まったわ。おいしょ。あれ紫色やったね今後ろ。サイゾウモードとかもあって、そこのモード行くとすげえサイゾウがループしたりするらしい。よっ、えっ、やった奇跡の300のせい。もうこっから暴れるしかない。やったった、マジで。誰もやる、このまま死ねるわけないやろ俺が。秀吉決戦よにおったもんな、サイゾウの方が。実質サイゾウの方が嬉しいキャラやん。じゃあお城来るかも演出ですか。お、来た。オッケー、ナイス。オッケー、強チェリー決まったやろ。うん、サスケかな。サスケちゃんですね。強チェリー引いてぶち込んでんねんから勝たなあかんからね。あ、勝ったわ。さすがにいけるやろこれ。ほら、うん、強チェリーから行ったからかな。裏面今回は全部紫な。あと、お、あ、お父さんや。パパルスや。パパルスはね、ベル以上引いたら秀吉決戦です。まあ、だからあるよね、オーガチャレンジ、鉄拳の。もうあかんやん。あ、行った？あ、行ったよ。リプレイで楽しくなってきたぜ。ダブルライン。はい、50ゲームやけれどもと。あ、違うんや、これだけでしたよってことね。オッケー、ごめんなさい、初めて尽くしやから。いけっか。おし、ナイス。バトルでございます。あ、またべえか。緑色。おー、勝った。ナイスです。よいしょ。はい、30ゲーム。わお、ちょっと待った。お、サイゾウとバトルや。え、勝つ？外れやね。わお、いや、欧州の伊達男、女にも手加減なしよ。30。さっきサイゾウで300飛んできたから期待しちゃった。おお、急に行ったな、縄文突破せずに。オッケーオッケー、ナイスよ。オッケー、レイク赤扉、チャンス目じゃない。ナイス。はい、サイゾウちゃんです。サイゾウちゃんはサスケです。お、横槍、サイゾウでした。おいおい、お、来た。パパルス、2度目のパパルス、頼む。逆押し結構熱いよ。あ、ベル、オッケー、ザン。なるほどね、ひょうたんが飛んでくるんやな。はい、30ゲーム、うわ、乗せ。そしてすごい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 、怖い上がり方がちょっと。あ、いいよ。はい、青か。お、ダブル。わお、赤ですよね、そらすぐ終わる。まあまあ、でも一回一発上がるから。あ、普通に50と30でしたね。80ゲーム上乗せ。ただこれでまた200ゲームまで戻ってきたんで、これ1500枚までは確定。ただこれどんだけ頑張ってもこの有力館内で2400枚しか出へんから、もう一回引き戻さんことには絶対にまくれんのよな。来たね、サスケかな。いや、全然ベル引かれへん。オッケー、黄色ナビ。おいし、いい色でした。オッケー、お父さんこのリループモードでしょ完全に。はい、いや、もう一発で決まる。決まった。よいしょ、2回目。30からのちょっと時間かかりますけど、はい、強そう、濃い構造。
うわマジか、また2連すか。黄色やった。はい、60ゲームとなかなか行かせんな。残念ながら終了してしまいましたね。でも OK、 1752枚まで伸ばされた。ここ戻しゃあるよ可能性。雪村撃破、ここで戻しゃあるぞ。ワロさんにうめえもん食わしてやりてえもんな。ゴー、もう一丁。なあ猫ちゃん、にゃにゃにゃ。25か75、25来い。うわー滑った、すごい滑り。はい、綺麗です。難しいこの台。個人的に初めてこんだけ正宗で検討できたかなっていう感じです。こういう感じなんで、まあ、ワロさんもやめてるんで、まあ、あんまり渡すのもあれなんでここで終わろうと思います。ちょっと投資が行き過ぎちゃった。なのでこの後はワロさんの店内状況どうぞ。はい、56確定しているアクエリオン4800枚。アクエリオンこの稼働を見ると全体的にいい可能性はあるね。でカバネリ六角出てまして、で他の台も金トロ2台とか出てるんで、カバネリは前台だろうね。ヨルカド1300枚、1500枚、1300枚、2000枚弱って感じだね。で、ペルソナが2000枚出ている方と、この方も2000枚出てるね。フル稼働、正宗戦国3000枚、戦国フル稼働なんだよな、3300枚、2000枚、この方の戦国5300枚出てれば半端じゃない。全体的にいいのかな。この地獄少女前代フル稼働って異様だな。1400枚、1300枚、2200枚、なんだろう。でこの方のバンゼロが3000枚、絆2並びだね。2800枚と隣が3600枚、下の絆2も2800枚、十字架3台あって1200枚、2400枚、2200枚、シンデレラブレイドが3900枚、隣が2100枚、エトタマコの方3200枚、タブータトゥーが2400枚。はい、ピラミッドアイは3台中3台パネル消えております。素晴らしい。1200枚、1600枚、2600枚。こちらの新花火合算122分の1、1800枚出ております。こちらの新花火も合算128分の1、1500枚出ております。シャの D が4台中4台稼働してるんだよな。1800枚、900枚、1500枚、2100枚、全死頃あってもおかしくないね。はい、というわけでね、楽しむ前に結果の方をと、僕からいきましょうかね、はい、朝一オキドキを打ちまして、はい、まあ、オキドキがどうにもならずと、ただ 6.5 オキならワンチャン買ってガンガンガンといって、もうワロさんにバッとごちそうしようと思って取ったんが正宗戦国。もう結果です、はい、投資が75,000円。はい、あ、すごいね。すごいね。すごかったね、うん、で回収が、まあ、1500枚ちょいちょい。おお、当たるまでにすごく時間かかった。いやでもまあ、うん、1500枚返ってきたならまあまあ正宗ですから。いやいや、はい、まあ、ワロさんにでもおごってあげたかったけれども、これでワロさんがねマイナスじゃないと俺おごれないから。そうだね、うん、でもね、気持ちは伝わったんで、うん、ありがとうございます。私行きますよ。はい、犬屋舎打ち切りまして、はい、投資が、うん、28,000円。おお、回収が2893枚。お、結構食らってる。普通に勝ちました。なのでステーキの鉄板焼きはいけないけど、うん、月島、いや来ました。もんじゃだね、うん、ほぼ毎週東京に来てるけど一回も食ったことない、東京でもんじゃ焼き。誰も案内してくれなかった。誰も案内してくれ。まあ、東京を代表するソウルフード、はい、食べてみたかったから、はい、いやすごく嬉しいです。わあ、じゃあ行こうか。行きましょう、はい、よろしくお願いします。まず観光も兼ねてね。ああそうね、あのこんな感じで、うん、あのね、もんじゃストリートってものがありまして、うんうん、まあ、もんじゃ以外もあるんだけど、うん、ほとんどの店がもんじゃ。確かにもう、うん、すごい鉄板のいい匂いがする。あ、そうそうそう、うん。いつぶり食う？いやだから小学校6年生とかいるから12歳やから、あ、22年ぶりとか。もち明太チーズベリー特大エビ焼きとアスパラバターとニンニクのコラッケ。はい、いや東京楽しんでよ。ありがとう。いい、ぼんじゃ焼き、いい、いいね。東京来たら毎日飲んでる。はい、バターチンチンよ。チンチンやねこれ。いいね、太いグリーンアスパラやね。
うまっ、シンプルにうまっ、引き締まっていいのが築地が近かったり豊洲市場が近いから、はいはい、野菜の市場もあるんだよ、はい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 、そういうところで仕入れられちゃうからだからこんだけいいものが手に入りやすい、そうそうそう、だから俺が東京に来た客人をもてなすんだったら午前中は築地でご飯食べて、昼はもう銀座で買い物してください、うん、夜は引き締まりに来てもんじゃ食いましょうって、あいいね、一回もされたことない、うん、だって俺ここ来るの2回目プランニングだけ完璧だ、プランニングだけ、うん、お客さん来ない、なるほどね、うん、だからだんだんいい感じになってポイントとかはもう結構いい感じに、じゃあもうニンニクマイスターとして食べていい？いいですか、うん、マジでちょうどいい、俺ちょっと青いかなって思ったけど辛いかな、いやそんなことありません、完全に魚住やった、バルの境界線引いてきたあーあーいいね、あーワルさんナイスタイミング、もう味噌がちょうど半生、ちょうどいい、ちょうどいい、うわエビ好きだからな一口だ、一番限界まで行ったボヘミアラブソディ、なかなかその表現使わないよね、さあということでワロさん来ましたね、はい、これが餅明太チーズベビー、最高やね、ソースがすぐわ、いや頼むわ、いきます、おい、あーやばいやばいやばい、熱すぎる、熱い、まずこれはね、すごくやばい、キャベツはね、まあ、もうちょっと待ってないよ、こうやってあれ、明太子も刻んで絡みに入れていって、暑がりすぎたって、でもこう、もう多分火変えたらさ、怒るやん、怒る、怒るすごい、もうすごいもんで、まあ、土手を作るわけよ、はいはいはい、え、なんで土手作るか知ってる？全然わからない、それ意味がわからんと作ってた昔、昭和コンデ、駄菓子屋さんで、いろんな子たちのもんじゃを作るじゃん、うん、誰がどのもんじゃかって分かるように送っとくんよ、あー、なるほどね、そっからないよ、あ、ほんまにその、要は駄菓子の文化からスタートしてるわけ、そう、確か、で、これをあったあった入れます、なんでこれが、うん、あ別分けられてるかって、うん、それはタイミング見計らってねってあるんだよね、パリパリ感を生かしたいか、チーズはもう溶けた瞬間に食いたいかって、これもうね戦争あるんだけど、うん、俺はこれ知ってるんだよね、うん、実はチーズさんやるの、はい、あやっぱ そういうことやねんな、そう、チーズがいい感じに溶けたら、うん、溶けるまで待とう、待とう、今行けよ、いやもう死を振る人よりもナチュラルな動き、で、もう土手はねいつか終われるし、うん、わあなるほど、ね、もう崩していく、で、こう全体をはいはいはい、ここで全部外して、あともう平べったく、それうまそうやわ、でも食える状態ではあるんだ、両方楽しんでほしい、この出来たてのこれも食べてほしいし、その後のパリパリのやつも食べてほしいから、もう2パターンで、オッケーオッケー、じゃあいただきますよ、もう1個でね、これをこうやってひらがえしこうやってやってたね、やった、まあ、小学校の時駄菓子屋で、駄菓子屋でお前の方がなんか江戸っ子っぽいんだよな俺それやったことないからいや、こうやってやって、こうやってやって食べるんですよみたいな、やってないやってないやってない、ギュギュッと熱くなったやつをここにひらついたやつだけ食べなさいって言われたんだけど、うまっ、うまっ、そうまいべ、ヘビースター完璧だね、うん、いやめちゃくちゃいいタイミング、粘り気残したお好み焼きって感じだな、ああそうだね、めっちゃうまい、いや懐かしいの思い出してきたわ、あもう小6の頃の、うん、あの思い出、小6の頃好きだった女の子の名前なんていうの、タッチャン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 、いやそのタッチャンじゃないのよ、タッチャン、SS ランク、いやこれ SS ランクやな、ちょっともう GO がって感じ
お、はい、え、うまそう、めっちゃうまそうじゃないですか。やば、いや、やばい、もう桜エビ乗ってんね。うまそうだな。うまそう、焼こう。あれもじゃあ、あ、ちょっとこれやばいな、これ。いや、これ最高やな。うん、これレモンチャイマジクソ合うんじゃない。匂いでいっちゃう。これやばいな、これやばいな。匂いだけでうまい、うん、チーズ良かったかもね、これね。いや、これ結構チーズやっぱ、うん、さっきもチーズあったからさ、いるかなと思ったけど、うん、あったらよかったからね。カレーはチーズよ、うん、いや、もういっちゃうから我慢できへん、無理、うん、ニラとカレー完璧合うんだ。いや、ニラグッドチョイスだね。グッドチョイス、うまっ、うまい。これも永久に食える、うん、もうおかわりくださいよ。真面目にうまいな、これ。トッピングするの全部正解やったから、うん、このワンセットでメニューできそう。うん、確かに。カレー、ニラ、豚、チーズ、うん、書いていくか。最後これ、じゃ、じゃ、ありがとう、ワロさん。いいえ。最高の東京での食事でした。会計の方ね、お願いいたします。ワロさん、ごちそうさまです。いいえ、じゃあ、会計がね、13,350円。いや、結構痛くない。まあ、アルコール結構いけるやん。確かに、まあ、アルコールが多分6,000円ぐらいいけるやん、うん、いやいや、ごちそうさまです。ちゃんと払います。いや、ありがとうございます。じゃあ、この後はエンディングです。ごちそうさま。はい、というわけで、はい、タワマンに囲まれたこの東京の夢のね場所で、豊洲ですか。はい、いや、すごいね、高いわ。いや、でも、ワロさん、あの、ごちそうさまでした。いいえ、どうも。多分ね、もうほんまに34年間行ってきて一番楽しい東京の夜をめちゃくちゃ行ったことあるのよ。いやいや、来たことあるけど、ほんまにすごい楽しい東京の夜を過ごせたんで、ありがとうございました。いや、どうも。いや、もう、よかったよかった。もう、そう言ってもらえると、おごった甲斐があるよね。いや、やっぱね、ほんまに、あんまりね、東京の食べ物って濃いやろな、とかあるけど、ね、普通に美味しい。やっぱり酒と合わせるとやさ、濃いもんも自然と当てになるから、最高の。いや、嬉しい、嬉しい、よかったよかったよかった。いや、気分になりました。次回のね、ごちもりは俺がなんとか頑張って、はい、君に、あの、最高のね、何かしらをご馳走しようと思ってるから。いや、期待していきます。ありがとうございます。はい、はい、といったわけで、本日の動画はワロスの犬夜叉すごかったな。やっぱりこいつ犬夜叉、うちはなんとかなるわと思ってくれましたり、で、最後のもんじゃ焼き最高にうまそうやったなって思ってくれましたら、江戸川のにグッド、そしてこれからも2人3人で仲良くご飯食べろよって思ってくれたり、セブンズ TV 応援したいというお気持ちでございました。チャンネル登録お願いします。あと我々もね、ツイッターの方やっておりますので、その辺のフォローとかよろしくお願いします、はい、そんな最高の東京の夜を過ごしたセブンズ TV のスケジュールがこちら。来てくれた方にはもんじ焼きステッカーお配りしております。ぜひご覧に来てください。これがもんじゃの由来らしいです。はい、はい、いや、ありがたい限りでございます。というわけでね、これからも、まあ、ごちもり総取り、そしておのおののお礼打ち、また新たな企画、個人企画等々上げていきますので、皆さん見てくれましたらありがたいでございます。というわけで、また近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日のご視聴の方、誠にありがとうございました。またよろしくお願いします。あるさ、あの一番上に家を借りよう。借りよう。借りよう。全部借りよう。もう全部借りよう。おい、負けてらんねえぞ。